はい、ラジオネームオッパールのいちご屋さんです。草刈りの、動画の続きになります。今回は、下の、田んぼの方から、この、部分をの草を刈っていきたいと思います。上の畑はうちの、畑で、こっちの田んぼは、お隣さんの田んぼになります。で、畝の草刈りは一応うちの仕事にも入っているので、畝というかこの斜面ですね、斜面の方草を刈っていきたいと思います。ちょうどこちらの方、稲刈り終わったんで、こちらの方下を入れてこれるようになったんで、今のうちに草を刈っておきたいと思います。特徴で、いいなと思うのは、こんな感じで結構ここ石垣って積んでるんで、結構石があるんですけど、石があって石当たったとしても、かすったり止まったりしないっていうところですね。普通の草刈りは土だと、なんかすごい大きい石とかに当たると、一回運転が止まってしまうんですけど、こっちの方であったら、硬いところにぶち当たったとして、春が当たったとしても、特にですね、一回止まることなく、ずーっと運転し続けたまま、下刈りっていうのを、使用することができます。これ入ってんのかな？高速回転にしますね。高速回転だったら、まあ、一応硬い草もいけるかもしれないですけど、やっぱり必死の草刈り機で刈った方が、こういう硬い系のやつは、あ、やっぱ無理かな。こんな感じですね。こういう固めの草を刈るにはちょっと時間がかかりますね。
今日は暑いから喉乾くわ。はいはい、こんな感じですね。はい、こんな感じがカルマでの草刈りになります。見えるってんのかな、かなりですね、この短時間でもここまで刈り込めます。自転車は一回こういう風にざっくり刈って、ちょっと何日か置いて草がしなっとしてからもう一回草刈りをやって、綺麗に、草刈っていくっていう形でいつも草刈りやってます。一回でやると、一回刈った草がこういう風に溜まっててじゃダメなんで、一回何日か置くと草枯れてきてしなっとなるんで、続きの草刈りがやりやすくなると思います。以上です。